全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、最内から押して1番ニャンコエアリアル、12番アバンテかわして先頭、4番ゼファラス先頭に入れ替わります。11番ゴールドリガー先頭に入れ替わります。その後は9番テロフネ、その外5番西のドライ、6番ブレイブレグナム後位につけています。その外13番ミスター BC、 各馬第3コーナーをカーブしていきます。 600m の通過タイムは35秒4。15番アベノマスク、この辺りが中段。7番テイションジーサス外から差を詰める。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線コースに向いた、横いっぱいに広がった。ゼファラス追い上げてきた。ここから坂を駆け上がる。変わらず先頭はゼファラス。ゼファラスさらに差を広げにかかる。ゼファラス先頭、ゼファラス堂々と合輪。勝ったのはゼファラス、鞍上は菅原明騎手。ゼファラスブリーダーズカップを制しました。2着ミスター BC、 3着は混戦の模様です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、3番神の子不思議な子花を奪いに行きます。12番ヘラクライスと先頭に入れ替わります。4番スターシアターズ後位につけています。9番ブレイブシュート後位をキープ、そのうち2番ゴハンドリーマー、11番アキトのつながり先頭に入れ替わります。内側1番ほほえみ、これを見るように外側13番エリートハナーン、
600m の通過タイムは34秒9。3コーナーに差し掛かろうとしています。外から上がるのはファミサンローズ、8番シリポダマ X、 内から差を詰める。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、横いっぱいに広がったヘラクライス、抜け出せるか。坂を登ってヘラクライス、変わらず先頭はヘラクライス、2番手スターシアターズ、差を詰める。並んで叩き合いになった2頭が並んで合流。ヘラクライスわずかに前か、発展をお待ちください。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、1番アジコメアブラをペースを作ります。3番ポロネスキ先頭に入れ替わります。その後は12番マタギミッチョ、8番ウエスコグロリア好位をキープ、7番ヒネネットだぜ、後ろに5番ジェスワード、それから4番ギークエリート、そのうち2番ポポハイボール、外から9番フジノウエスト、これを見るように内側6番ポケコンヒーロー、続きまして10番イムサンブラック、1馬身相手11番オーバーフロート、最後方は13番フランキースパロー、13頭1段です。もう一度先頭から、先頭変わってポロネスキー、8番ウエストグロリア並走、 1000m の通過タイムは59秒0、7番ヒネネットだぜ好位をキープ、外から12番マタギミッチョ、後ろに9番フジノウエスト、4番ギークエリート、そのうち2番ポポハイボール、外から5番ジェスワード、これを見るように外側6番ポケコンヒーロー、続きまして10番イムサンブラック、3馬身相手1番アジコメアブラオー、少し差が開いて11番オーバーフロート、最後方13番フランキースパロー、先頭は変わらずポロネスキー、差がなく8番ウエストグロリア、4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線コースに向いた、400を切って先頭ウエストグロリア、その後またギミッチョ、ポロネスキー突っ込んでくる、アジコメアブラオーまだ動かない、変わらず先頭はポロネスキー、ヒネネットだぜ食い下がる、ポロネスキー先頭、ポロネスキー逃げ切ってゴール、勝ったのはポロネスキー、鞍上は壇の大成騎手、勝ちタイムは2分8秒4。ポロネスキーブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ヒネネットだぜ、3着は混戦の模様です。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。1番ポポタイガーペースを作ります。2番ドラゴンズブレス先頭に入れ替わります。その後は10番裏切りのカイン、各馬第3コーナーをカーブしていきます。17番アイエムブレイク好位をキープ。1番人気6番モーカン、この位置外から15番バニラダイス、14番人食いヒグマ、外から12番ヤマト魂。 600m の通過タイムは33秒5。外から4番ヤマタノオロチ。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線コースに向いた。400を切って先頭裏切りもかい、その後アイエムブレイク追いすがる。アイエムブレイクあと200、裏切りもかい頑張っている。ドラゴンズブレス食い下がる。裏切りもかい粘っている。裏切りもかい逃げ切ってゴール。勝ったのは裏切りもかい。鞍上は坂井学騎手。勝ちタイムは1分5秒2。裏切りもかいブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着マルオドリーム、その後3着。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはカントリーチャイムスターローレンシア。まず何が行きますか。早くも先頭10番スターローレンシア、5番カントリーチャイム内から追い上げる、8番ノラーちゃん好位をキープ、7番クリティサード、続きまして11番セラビルクソウル、うち抑えて6番フロートフロート、2番アレイズメンタル、1馬身相手3番ドラゴンフローラ、少し差が開いて1番スターラクソリ。 600m の通過タイムは34秒51馬身相手9番パチオファニエル、4番キヨグリーン、差が開いて最後方、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はカントリーチャイム、後ろに10番スターローレンシア、8番ノラーちゃん後位につけました。内から7番クリティサード、6番フロートフロート、真ん中あたりにつけています。4コーナーカーブ直線コースに入ります。さあ直線の攻防、400を切って先頭カントリーチャイム、その後スターローレンシア、ここから坂を駆け上がる。先頭が変わった。セラミルクソウル伸び足がいい。ノラーちゃん追ってくるが厳しい展開。セラミルクソウル先頭でゴール。勝ったのはセラミルクソウル。鞍上は横山和夫騎手。セラミルクソウルブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦となりました。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。14頭ほぼ揃いました。まずは先行争い。1番バイアスペースを作ります。外から上がるのはリーファルシア、9番ウラスファーラップ好位をキープ、1番人気3番ペトルーシュタこの位置、4番オーダーメイド外を抑えて11番スコーピオン、8番シャドウチェイサー真ん中あたりにつけています。続きまして14番鬼のトップガン、内を抑えて12番リンボーマン、 600m の通過タイムは34秒2、内を抑えて7番雷撃、各馬第3コーナーをカーブしていきます。内を抑えて5番イムノファイヤー、続きまして10番ウイローキョウガイ、5馬身相手13番ダンスキングス、最高峰6番アメリカンドリーム、ここから先頭までは10馬身以上、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、400を切って先頭バイアス、その後グラスファーラップ追いすがるグラスファーラップ、わずかに先頭はバイアス、ここで先頭が変わった。あと200、リーファルシア伸び足がいい、2番手グラスファーラップ、3を詰めるグラスファーラップ、2頭が並んで降臨、グラスファーラップわずかに前か、判定をお待ちください。